皆さんこんにちはレック専任講師の秋元由里です、はいえー、今回は初級生向け年末年始の過ごし方についてお話をしていきたいと思います、はいえー、もうすぐ年末年始ですけども皆さんね今どんなお気持ちでしょうかまあ年末年始というとですね比較的長いお休みが取れますのでねまあワクワクするようなね、えー、感覚あると思うんですけども ね、ちょっっと待ってくださいそのワクワク、ね、えどういう気持ちに基づいて発生しているのか、まあ、ちょっとねえ考えてみましょうか、はいえー、あお休みが結構長く取れる、ねえー、やった遊べる、ねえー、どっか出かけられる。 旅行行けるっていう気持ちでワクワクをしていらっしゃるようであればそれはね反省しないとダメなんですよ。ねえー、来年の合格をまあ目指すという場合に、ねまあ、年末年始の,、ねえー、このお休みを、まあ、そういう気持ちでいるとですねやっぱりこう、ね、来年は厳しいんですよ。ねえー、やはりこの年、ね、末年始のワクワクこれは、ねえー、やった勉強できる今まで、ね、ちょっと遅れてたけどそこんところ取り戻せる っってていいう気持ちに基づくでワクワクであって欲しいんですね、はい、やはりですねこの年末年始の過ごし方でもって、ね、来年の本試験の合格できるかどうかってねやっぱり決まってる決まってくる側面があるんですよ。まあ、というのもやっぱりですね、えー 合格のために必要なまあ一番大事な時期っていうのは直前三ヶ月ではあるんですけれども、ただね直前三ヶ月で実力をぐっと上げていくためにねえ必要な事前準備っていうのがあるんですよね。その事前準備に当たる時期っていうのがやっぱり年末年始のお休みなんですよ。この年末年始のお休みをフルに遊んでしまってねえあまり対策も取れずに勉強もできずにえでいざ四月に入りました直前三ヶ月にな なりましたね、よし勉強するぞって言って、ね、うまくエンジンかかるかって言ったらそんなことはないんですよね。えー、まあその時点で例えば民法すっかルかに忘れてます。 というようよな場合にはです、ねえー、民法ほぼやり直しですからねなので直前3ヶ月でやらなきゃいけないことがあまりに多すぎて、ねえー、回らなくなってしまうので、えー、どうしても、ね、こうへこみがちになります気分が、ねえー、沈みがちになりましてあ今年無理かなって諦める方向に進んでしまいやすいんですよ、えー、ですから直前3ヶ月うまく、ねえー、過ごすためにもやはり年末年始のところで、えー、民法をです、ね、ここの実力底上げしておくと。 えー、そういうことが必要になってくるんですね。も、ま、う、あ、とにかくこの年末年始、ね、えー、とても大事な時期です。ね、えー、この年末年始、ね、受験生としては。どういうふうに過ごせばいいのか、これから心得をお話ししていきたいと思います。はい。まずね、心得の丸一番ですね。年末年始は復習、ふ、失礼、復習の大チャンスです。年末年始は復習の大チャンスね。<laughs> はい。 申し上げましたけれども、えー、年末年始は比較的休みが取れるわけで、ね、えー、まあ、今までねこうお仕事されていた方はあまりねゆっくりね勉強に集中するって時間はなかなか取れなかったと思うんですけどもね、えー、まあ、年末年始はお休みですから、まあ、今までよりはだいぶね時間当てられるかなと思うんですよ。ね、えー、ですからここはしっかりね、えー、復習に当ててくださいね。<laughs> で、えー、まあ、気持ちとしてはねあのー。 まあそうですね周りは皆さんこう年末年始で浮かれておりますからね街の中はこうふわふわっとした感じでもってですねえ受験生さんはちょっとくさくさしやすい時期ではありますよねなんで勉強なんかしなきゃいけないんだみたいなねまあそんなような気分になりますけれどもこ,こはちょっと前向きになりましょう。年年末年始は何もねあのー 今年だけじゃないですから、まあ、平成最後っていう意味ではね、まあ、ここがラストですけども、えー、でもですねまた次もその次も年末年始は来るわけですよ、ねえー、ですから、まあ、今年の年末年始はね、まあ、勉強漬けにな,になって、まあ、ちょっときついかもしれませんけどもここできつい、ね、年末年始過ごしておけば次の年末年始はハッピーに迎えられるわけですよ、ねえー、来年の年末年始ハッピーに過ごせるように、ね、今、ね、頑張っていきましょう。ねえーまあ、前向き 時にね復のチャンスなんだと今までなかなかね時間は取れなかったんだけどもね、えー、チャンスなんだっていうふうにちょっと楽しい気持ちでですね受け止めていきましょうね。はいで次2つ目大掃除はは適当ににお付き合いは最低限にですまあ年末といえばやっぱりね恒例の大掃除がありますけれども、えー、ここね大掃除 適当ででいいですよ、ねえー。徹底的にやろうと思うとね大掃除って終わりがないですよね。えー、まあ今年、ね、勉強しなきゃいけないですからあの大掃除はもう適当でいいかなと。 思いまますよね、えーまあ、こういう言い方はあれですけどもあのー、あまりに不衛生なとこまで行っちゃえばね健康害するかもしれませんがまあでもですね多少散らかってるぐらいでは知りませんからねですからまあ、例年に比べて、ね、散らかってても今年はいいやと、まあ、そういう気持ちでね過ごしてみてくださいね、えー、そして空いた時間は勉強に、ねえー、当てるとあとやはりですね年末年始といえばお付き合いが 増えますよね、まあ、お酒お好きな方は、まあ、お付き合いのねお飲み会楽しみにされている方もいらっしゃるのかなと思いますけども、えー、なるべくく必要最小限に抑えてくださいね、えー、まあやっぱりですねこうお酒ね、えー、飲みますと例えばこうね二日酔いでもって体調を崩すとかまあ徹夜でねオールしちゃってね飲み明かしましたということになるとですね、えー、生活リズムが 狂いますよね。まあ勉強のリズム、リズムも狂ってしまいますから。お付き合いは本当にですね。必要塞諸元、お酒もほどほどにね、済ませてください。ね、えー、やはりですね。今年は勉強優先です。多少ね、付き合い悪いなって。思われても、まあ、それはしょうがない。というふうに割り切ってください。次、丸三番、ご褒美の日を作りましょう。 年、はいまあね、末年始ですね勉強しなきゃいけないっていうふうに言っておりますけれどもただね、えー、もうぶっ続けで全く休みませんっていうのはまあそれはそれでですねちょっと精神的にきついものがあるんですよね、えー、やはり人間ってバランスが大切になりますので、えー、やはりこう休む日というのはある程度設けた方がいいわけですよ、えー、ですので、まあ、例えばですよ12月31日の6時までは勉強すると。 ねえー、ちゃんとこう年末年始でやるべき内容っていうのをね考えておいてねその12月31日の6時までにやる、ねえー、ものそれを決めておいて6時までに絶対終わらそうで、えー、31日の6時以降は、えー、もう好きなことして過ごすねで1月1日ももう丸1日好きなことをして過ごす。 っていうようにね、えー、まあ、せっかくのね、あのー、おみそかとお正月ですからね、その日ぐらいはゆっくり休もう、ゆっくりな、ね、好きなことをやろうというように、まあ、それは自分へのご褒美というふうにね、捉えていくわけですよ。ね、それがあるからこそ頑張れる。ね、えー、これで頑張ったらもうお休みが来るんだ。 っってていいう,うに持っていくんですねやはりあの人間っていうのはご褒美が目の前にあるとですね頑張れるんですよね、えー、まあ、お馬さんでですねここに人参ぶら下げて走るのと同じで、ね、目の前にこうご褒美ぶら下げるんです、えー、そうすればね、えー、走れるですから、まあ、この年末年始のね、えー、ご褒美これは自分の中でね設定してみてください、ね、で休む日は徹底的に休むとことん休むで、えー もう未練がないいぐらいまでね、まあ、でもここでお酒飲みすぎちゃダメなんですからね、えー、まあとにかくこの1月1日が終わって2日に入りましたそしたらまた勉強するというような形で切り替えはしっかりしてくださいね。それかから ④ 番人混みにはいかない 人混みには行かないね。これ極力ね心がけていただきたいなと思いますまああのイベント多いですからねついつい行きたくなりますよねまあ、初詣、えー、毎年行ってらっしゃる方も、えー、いらっしゃるでしょうしあとは初売りとかね、えー、まあ、どうしてもこう正月ってどこ行っても混みますよね まあ行きたい気持ちも非常にわかるのですが、人混みに行きますと風邪ねうつされたりとかインフルエンザねそろそろ流行ってきているって話ですからね、えー、そういったものもうつされて体調を崩すということにもなりかねません。えー、ですから受験生さんはですね、なるべく人混みには行かないようにした方がよろしいかなと思います。はい、では勉強の内容どうしたらいいのかね年末年始勉強するって言ってもねどういった内容のことを勉強すればいいのか。 そういうい話をしていきましょうまずね、えー、講義が追いついてない方について今までね講義、まあ、かなりのスピードで、ね、進んでまいりましたので全部見切れていませんという方については、まあ、とにかく追いつくことが優先です。とにかくね、えー、追いつきましょう、ねえー、講義見まくってくださいただ適当に見るのはやめてくださいねちゃんと今まで通りの集中力で講義臨んでください。で次に、ね、講義は すべて受けたは受けたけれども復習があんんまままりねね、えー、うううくできませんでできせしたというような方です、ね、あの講義の中で合格ゾーンの中でこの問題解いてくださいっていうふうにね指示をしておりますけども、えーまあ、その指示されたものをね少しは解いてるけど他のものはね、えー、解けてませんという方については、まあ、やっぱりですねそこのところを解くアウトプット樹脂です。 部と中心で過去問を解くというのを進めていきましょう。ね <laughs> アウトプットと同時並行っていうのは、まあ、あの鉄板ですから、ね、必ずねやっていかなきゃいけないことになりますのでアウトプットをね今までおろそかになってる方はなっていた方はちゃんとアウトプットを進めていくということをやってくださいそして講義全部受けてますそれから合格ゾーンもねある程度解いてます比較的余裕あるよという方については不等法ですね不等法の復習もしてください。特に 書式ですね記述式の方ひな型を書く練習ねえ進めていってくださいねはいやはりね書式というのは一朝一夕にできるようなものではありません直前3ヶ月にね、えー、一気にやろうって思ってもやはりですひな型を書けるようになったとしても複雑な問題解けないんですよですから今の段階でひな型はです、ねえー、ほとんど書けるようにしておくとそうするとこの後が楽です。<laughs> ですから、書籍の雛形のね。練習をする。あとは9ヶ月。速習コースでは主要4科目横断整理講座というのがコースの中に入っております。えー、この主要4科目横断整理講座の民法不動産登記法ですね。全部で2回あります。はい、えー、そちらを解いて、あのそれを聞いていただいてね。えー まあ、似たよううな知識を整理ししていきましょうそれから民法不動産登記法のね過去問を解くということを引き続きやってくださいね、えー、あとは民法のテキスト読み込み込ですね、はい、過去問ばっかりやっていても、えー、まあそれはねいっぱい繰り返してればできるようになりますけどそれはただ過去に出た問題が解けるようになっただけなんですよね。えー、やはりその <laughs> 過去問に出てない大事な基礎知識っていうのもあるわけですね、そこのあたりもちゃんと勉強しないといけませんから、えー、民法のテキスト読み込みこれやっていきましょうね、えー、不動産登記法につきましてはテキストの読み込みというのが必要なのは先例の部分ですねはい、えー 書き方に関する説明を一生懸命読み込んでもですね、眠くなっちゃいますから、それだったらもうよっぽど書いてしまった方が早いです。えー、よって不当法についてはですね、テキスト読み込むとしても、えー、そういう先例、重要なね先例についてを押さえていくという形で読んでいってください。はい。えー、さてこの年末年始というのはまあ、誘惑が多いです。まあ、せっかくね、えーまあ、これやろうあれやろうというふうに頭の中で思い描いていたとしても、 面白いテレビがあったり、ねえー、人から誘われたりいろいろありますからどうしても、ね、あの思うように進まなかったりいたします、えー、なので、まああのー、勉強するっていうふうに決めた日はです、ね、ちゃんと計画を立てておきましょう、ねえー、スケジュールを立ててもうできる限りそれはです、ねえー、こなしていくという強い意志を持って過ごしてください。ね <laughs> こ年末年始どう過ごせるかによって直前3ヶ月の過ごし方も変わってきますしねえ本試験の合格もかかってきますからねえなので本当にねあの充実した年末年始過ごせるようにもうしっかりねえ予定立てておきましょうね,はいねえしっかりこう効率の良い勉強ができて充実したねえ良いお年をお迎えできるようにねお祈りしております。最後ままでごご清聴ありがとうございました